さあ、姉さんこれをつければお肌がすべすべのピッチピチになるよ。それはわかってるんだけど。何か、気に入らなかった。あ、そっか、姉さんはまだお肌すべすべピチピチだから、美肌マスクは必要ないか？今のを聞いてようやく確信したけど、やっぱりこれってリバイバルマスクだったんだ。そんなの、見りゃわかるつしよ。それにほら、知られるくらいに蚊がたっぷり染み込んでるし。うん、確かに化粧水たつぷりで、お肌に良さそうなのはわかるよ。でも、普通の美肌マスクって、こんなに怖くはないんだけど。あら、そのことか。そのことか、っていうことは、怖くした自覚はあるんだね。もちろん、姉さん、これはただの美肌マスクとは違って、すごい効果があるんだよ。これをつけていれば、あまりの怖さに出くわした敵力喉へて逃げ出す。かもしれない、戦闘回避効果を持つ、リバイバイマスクって言うんだ。かもしれないって、何かできないな。仕方ないじゃん、みんながみんな、ブヨみたいな怖がりの臆病じゃないんだからさ。僕のことは関係ないだろ。でも、こんなに怖いマスクなら、確かに敵が逃げてもおかしくはないよね。もし私がこんなマスクをつけた敵と遭遇したら、やっぱり逃げると思うし。あなたたち、そう思わない。そっか、美容力くちばし別臆病だから、ってわけじゃなかったんだ。何度も言って強調しないでよ。これでも、結構気にしてるんだよ。まあ、とりあえず敵を驚き力せる以外にも、普通に美肌マスクとして使うこともできるから、毎日寝る前にも使ってね。デザイン的に、あまりつけたいと思えないのがちょっと。